今日はゲストに女優の鈴木沙央さんを迎えています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はどうして沙央さんにね、ラジオに来てもらいたかったかっていうと、まあでも、もちろん一緒におしゃべりもしたかったっていうのもあるし、やっぱり出身県が同じっていうのが私的にすごく嬉しくって。そうなんですよね。なんか安心感が、ね、そう、でなんか私標準語というか、まあ、標準語もちょっとおかしいんですよ。たまになんかあんまり気がつかなかったけどね。あ、本当ですか。なんかこう、ラジオやってると、例えばさっきのだと、ここでじゃあ一曲お送りしましょうっていうのを、ここで一曲お送りしましょうって言っちゃう。わかるわそう、ちょいちょいこう方言が出てきちゃって。ちょいちょいね。でもなんかそれ以上は出ないんですよ。方言を喋る人がいないと喋れないから。方言、そうね。でも方言って、やっぱり地元に帰るとすぐなったりするし、私なんかは地元にちょっと長く帰っていて、で舞台の稽古やってる人もめちゃくちゃなまってますけどってやっぱり言われるから、でも全然気がつかないの、でそれ恥ずかしいんだけど、しょうがないじゃんと確かに思いますよね。はい、まあそれでその方言でね、ちょっと喋ってみたいなみたいな。あ、そう。そう、沙央ちゃんとだったら、はい、というか沙央ちゃんしかいないんですもん、演習弁を喋れる人って。まあね、私たちほら上海の空港で演習シスターズっていうユニット結成したぐらいですから、そうでした、そうでした誰も知らないだろうけど演習シスターズぜひここでちょっと方言で喋っていきたいなって。これでもさ、方言を実際喋れって言われると、なかなかスッと出てくるもんじゃないけど、ちょっとやってみますか。でもやってみましょうよ。ちょっと挑んでみたいです。私、あ、そう、はい、はい、ということを踏まえて、2人でお送りしたいのはこちらです。はい、長澤まさみと鈴木沙央の静岡ヘルツ。じゃあここからは、はい、基本静岡弁で行くで行くでね、行くでね、いい、いいら、いいよちょっと恥ずかしい、ちょっと恥ずかしいらど恥ずかしいら、なんでこんな公共の電波に乗せて喋らんといかんかわからんに全然わからんないや、でもじゃあ私からもう話振っていきます。行くで行くで行くに今からいい、分かったよ。おいおい何よあんた、はあ、言いないいつ帰ったな最近。やっぱ正月だろ私も年末正月帰ったっけ。帰った結構早く帰ったに。あ、そう。私は多分クリスマスの前に帰ったに。そんな早く帰っただそう、ちょっと早く帰りすぎちゃったもんで何にもすることなかったのよ。どいいらあ、まあでも浜松は都会だもんで、あ、おい、でも岩田にララポートできたのに。ドイーラまだ行ってんね、ララポート行こうと思ったんだけど、めちゃ混んでるっつうもんで行けんかったらでも私はあれ、何、ララポートの映画館でアバターみたいにアバター見たっけアバターあれ3D 見れるだよ岩田でも何あれ、スクリーンやっぱでかいまあ普通っちゃ普通だけど、でもいい感じだったりじゃあ、いや、今度じゃあまた帰った時、行くでねひどいですねこれ全く聞いてる人がやっきり超えちゃいますねこれでもね、多分沙央ちゃんは浜松で私岩田だからちょっと違うんだよね。若干ね、言っても絶対聞いてる人わかんない うちのお母さんは浜松だから、すごいわかるけど私。そうね、あんまり私たちほら K って言うけど、あんまり岩田の子はね、K ってあんまり使わんけど、そう、使わんもんで使わんもんでね
ダラダラ言ってるもんね。そうだから、ドイーラーってすごいいいでしょってことだよね。そう、すごいすごい、ドっていうのはすごいとか、うん、超と一緒だよね。もう一個あるよね、バカイーラー。バカイーラーバカうまいなこれ前ね、前マーカーにも言ったことあると思うけど、うん、元木雅宏さん、モックに、はい、うん、浜松弁ってどういうのなのって、うんうん、ドラマの時聞かれたもんで、うん、言ってやっただよ。なんて言ったよ。あんたドバカだらは。したらモックがバカの上にドとかつけられて、ラまでつけられたら立ち直れないって言われた。でも逆にそっちの方が結構柔らかく聞こえない？私たちは、まあ、私たちにとっては、うん、なんかすごく感情がストレートに伝わってくるから、うん、いいんだけど、よ、うん、その人が聞くとものすごいこう衝撃受けて傷つくらしい。ドバカだなとか言う。ドバカだなってでもドイーラーっていうのはあったり、うんうん、あとまあ語尾もね、うん、すごい特徴があるんだけど、うん、さっきみたいにやっきりこいちゃうとか、うん、やっきりこいちゃう。でも浜松しか言わんね。言わんよ。なんで？あれみかん、このみかんドスイラーとかドスイも浜松だに。何よ、酸っぱいってことをスイスイって言ったりするんだよね、うん、みかんが、うんうんうん、このみかんは酸っぱいって言うとね、うちのおばあちゃんとかスイスイとか言うおかしいでしょって思うし、うん、まあでも語尾がね、うん、一番特徴があったりとか、 あとイントネーションも特徴ありますね、うん、ありますね。ちょっとこう上がるっていうんですか、うん、あるかもしれん、あるかもしれんね、うん、だから一曲とか、うん、一曲、あとなんだろう、なんだろう、知ってた？何？何？これなんて言う？わかりました。うん。下ね。うん。この下のことを私たちは下ベロって。二回言う。二回言うなっていう。そう、下ベロで一つのね言葉になってるんだけど、うん、どっちかなんだよね、下かベロかって。そうそう、確かに。だって小学生の時に保健体育の授業で体のなんか名前みたいなこう教科書に載ってる中に下って書いてあった。そう、下ベロとは書いてなかった。そう名称がどっちかなのに、私たちは二つ言っちゃうんだね、うん、下ベロ、そうそう、下ベロじゃあここは頭のてっぺんのことなんて言ってる？頭のてっぺん、なんかこれもね、私、うん、なんか後から聞いたんだけど、うん、方言だったんだって。なんて言う？頭のてんこちょ。てんこちょね。かわいいでしょ。私これ絶対全国だと思ったら、てんこちょダメだってなるほどね、うん、いやでもそういうのいっぱいある。いっぱいあります、うん、あと、はい、半袖のことを半袖、あんた半袖だもんで寒いら吐きないっておばあちゃんとかに、おばあちゃんに言われるもんでねおかしい。本当に浜松弁って喋ってるとおかしいよね、うん、おかしいよね。実は筧利夫さんも浜松の方なんで、うん、この間ちょっとお仕事ご一緒したんだけど、うん、もうすぐに浜松弁になりましたね、二人で。いやいやい、何町だやとか。いやい。家計さんはめちゃめちゃ言ってくるんですよ、私と一緒だと。言いたくなる。なるのね。うん、そう。やいやいって。やい。なんだろう。ああみたいなことだよね。そうそう。なんかあとかあもう、うん、とかね、そういう感情表現の一つですね。うん、やいやいはよく言ってるでしょ、お父さんとかお母さん、お母さんにやいやいって言ってる。やいやいって笑いながら言ってる。うちのお父さんは清水の方なんですよ。またそうするとちょっと違いますよね。違うんですよね、うん、清水はしたっけ、あ、したっけやーですね。あ、したっけやーって言いますね、うん、言う。そう、まあ、ちょいちょい違うんですよね。ちょいちょい違いますねって言っても、多分本当聞いてる人何がどこがって思ってる、うん、そこはちょっと何はぁ、あ、はぁ、あ、ってよく言うよね、はぁ、あ、って言うね、はぁ、あ、はぁ、あ、やりない早くやりないってことです。そうそう、早くやってください、はぁ、あ、やりないよく現場でそうなって、うん、
もう頭の中ではたまに浜松弁になってる時があるから、うん、あやりない。わかるわかる。どうわかる。どうわかるら。うん、わかるよ。どういいじゃん。いやでもね、私はね、はい、夢ができました今。はい。こうやって。なんで何？方言喋ってる時に思った今。何思ったよ。言っていいだ？いいよ。何よ。やっぱ静岡ムービー見たくない？見たいですね。静岡弁オンリーで行きたいですね。そう。いいね。やりたいら。やりたいら。絶対やるか、さあちゃん。絶対いいら、こうやって喋ってたらね。そう。静岡弁って結構癒されると思うに？そうかね。癒されるら。あのこの静岡弁にね興味をこ の, あの番組聞いてて、うん、あの興味を持った方は、うん、ぜひインターネットで検索すると、うん、なんかこう静岡とか浜松とかも、うん、とにかくもう静岡のそういう方言のページがあるんですよ、うんうん、で私はもうお気に入りに入ってるんですけど覗いてみてください。絶対見なきゃ。絶対見ないといかんな。どういかんに。ということでまだまだお付き合い、はい、お話ししたいということもあるので、はい、来週もぜひ、はい、じゃあまた来てください。来ちゃうでね。待ってるに。待ってるでね。ということで、はい、鈴木沙さんでした。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。